私ならやれる。やれるんだ。お前が新入生の未来だな。それでいい。人にすぐ心を開くのは愚か者のすることだ。あら、このおっぱいの大きな子が新入生？私は3年のはるか。よろしくね。おやおや、何睨んじゃって。かわいいわね。あなた、私の人形になる？牢で固めて動けなくして、一生私の部屋のマスコットになる？嫌です。許してください。どうしよっかな。はるか様と呼びなさい。はるか様？そう、私のことははるか様と呼ぶこと。それで許してあげる。選抜クラスにはあと2人いる。来い、紹介してやる。ここが選抜メンバーの忍び部屋だ。そうや、あんたのゴリ押しのせいや。私のせい？私のせいで神聖なもやしを避けているとおっしゃりたいの？新入生を連れてきたぞ。未来です。よろしく。ほら、あんなさって。いいから。はい。どう？おいしい？結構合格ですわ。紹介しよう。もやしが黄泉で、
そうでない方が日陰だ。よろしゅう。日陰って呼び捨てで呼んでよ。よろしくお願いします。未来、ぼーっとするな。未来、クマちゃんパンツが丸見えよ。隠さなくたって似合ってるわよ、くん。か、そうですよ。なんせ私はお子ちゃまですよ。クマちゃんパンツの何が悪いですか。未来、どこに行く。せめてもっと胸が大きければ。胸の大きさなんて関係ない。外見、それはそうかもしれませんけど。ならば私の格好をよく見ろ。どうだって何がですか。私だって子供っぽいところはある。だから未来も胸やパンツで恥ずかしがることはない。その通りです。私だってほら、寝る前にはいつもしているんです。お腹を冷やしちゃいけませんからね。ほら、これを受け取って。ネグリジェは私からのプレゼント。その2つを着ればお子ちゃまも卒業よ。未来、はっきり言っておく。私はお前を子供扱いした覚えはない。未来、私を先輩、私は同じ蛇女の仲間だ。仲間に先輩も後輩もないだろ。さあ呼んでみろ、未来。ホムラ、あ
ありがとう。ホムラ、ありがとう。敬語も禁止や。わしたちはあくまで対等やからな。あ、でも私は弓お姉ちゃんって呼んでほしいかな。私、昔から従順な妹が欲しかったもので。そうそう、私の呼び方も遥か様のままでいいから。修行はレク人形を相手に行う。まずはミライ、お前からだ。うん。連携などは一切なし。ミライが一人で戦うんだ。私が一人でやれるかな。蛇女の生徒たちはみんな訳ありだ。何らかの事情があってここにいる。ミライ、お前もそうだろ。だったら本能の赴くまま好きなようにやってみろ。それがお前らしい戦いになるはずだ。私らしい戦い、分かった、やってみる。するな。まだ一体残っているぞ。未来、大丈夫か。すごい。ん？ホムラの六刀流ってすごいや。そうか。あんなにすごいなら、私もスカートの中に刀を6本隠してみようかな。それはやめておけ、危ないからな。でも背中のもう1本の太刀は使わないの？これは使わないんじゃない、使えないんだ。使えない？本当の強さを身につけない限り、この刀は鞘から抜くことができないらしい。私はホムラは十分に強いと思うけど、どうして抜けないんだろう。きっと私にはまだ何か足りないものがあるからだろうな。足りない？
もしかして腰のくびれとか。未来、修行内容を変更だ。私との真剣を使った一騎打ちにする。私も結構やるでしょ。